さてどんなお部屋に引っ越し待ちかね。いろんなこだわり条件から探せるんだ。来たどんピシャ物件。住まい探しは数も物件数ナンバー。リクルート。ございます。ありがとうございます。お願いいたします。ちょっとそのさてっていうので何が始まったんだっていう。はい。あのんちゃん。はい。ごめんね。ちょっとおじさんと一緒にいてね。 お座りできるお座り、ね、さてどんなお部屋に引っ越し待ちかねさてどんなお部屋に引っ越し待ちかねスタートさてどんなお部屋にあの楽さはつくんだけど笑みがあるような感じってことですよねはいはい、はいはい、了解さてどんなお部屋に そうですね <laughs> はい,はい,いろんなこだわり条件から探「探せるんだ」なんて言うんだけど「探せるんだ」っていう方のほうが何か「いろんなこだわり条件から探せるんだ探せるんだなってんだけど探せるんだっていう方の方がなんかいろんなこだわり条件から探せるんだありがとう。 すごい、とっても良かったと思い,の方がいいよねーたきたた物物件スタート物件数、ナンバー 物件数ナンバー物件数、ナンバーこのスーモの中のこれスーモハウスに関わっている僕のこのキャラクターというのがなんとなく少し分かってきた大体、うん、いい家の中の撮影が多いじゃないですか、はい、この物件の中でスーモくんと一緒に僕はずっと外なので,でも前回はロケでしたし。うん そのなんか外にいる僕としての立ち位置っていうのがまあこれから引っ越していくっていうことも含めて何となくキャラクターが少しこう輪郭がつかめてきたような気がしますかのんちゃんおとなしいですね本当におとなしいしかのんちゃんとまたあのいろいろ組めたらいいかなというふうにこだわり条件、はい っていうのはやっぱり多いので本当にその結果一個こういうのが見つかるっていうのはいつもやっぱりスーモさんの検索でやっていく楽しみでもありますから、うん、でそこから次から次に更新状況が出てきて、うん、あなたが調べた状況で新しいこれが来ましたっていうのでやっぱり面白いんですよね、うん、いろんなバージョンが取っていただいたので、うん、その来たっていうのも来たって言ったのとか来たって言ったのとか最後もあの柔らかく 物件数ナンバーっていうのを柔らかく言ったり強く言ったりとか驚き方もそうですしどういうバージョンが使われるのかそれを本当に楽しんでいただけたら、数ものコマーシャルをやらせていただきましたが、えー、引き続き僕は物件をずっと探していてで必ず物件に出会うと いう形で引っ越しをずっと続けてるんですけれどもやっぱりその皆さん引っ越しっていうとその、えー、会社が変わったりとか学校が変わったりとか新しい学年になったりとかあるいはその結婚したりとかいろんなことでその節目節目に変わられていくと思うんですけれどもやっぱりつど,んど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 んその今物件って設備が良くなってると思うんですよねすごく。なのので本当にあの 引っ越しが好きな方っていうのはやっぱりどん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 引っ越された方がなんか得なような気が僕はしてるのでコマーシャルを見てぜひそういう気持ちになっていただけるような内容になってればというふうに思っておりますはいラストカットがもう見ものですねはいものすごい立ち回りになってますので一つよろしくお願いします。